なんか知らずうちに負けてるっていう、そういう感じがするんですよね。しかし落ち合い、うまいライト前のヒット。今度は得意の右打ちでライト前へ。しかしかなり真剣に勝負しましたね。ライトへ、この落ち合い、ライト前への落ち合いです。これも真剣でしたね。まあ、てるんでフォアボールでもということになるんですけど、さあ2エンド1から4球目。うん、これやっぱりね、この147キロ落ち合いライトへ。マックを歩かせ先制タイムリーを放っている落ち合い、ライト前へ。落ち合い今日2本目のヒット、これが逆転でしたね。タイガース首脳陣は関川はまたキャッチャーに戻しますよというふうに言いました。これはライト前、これが中日初ヒットになります。控えます。うわー、無理打ちライトへ。ランナーをして先頭バッターの落ち合い、これをライト開く番の落ち合い、初球打ちでした。これもね、後スペ1、2塁間を持っていきました。心の甘さっていうのは出てくると思いますよね。あーっと3打数3打だからね、ちょっとびっくりしてますね、落ち合いはね。低め、ライトの右です、盛り上がりました。初出れば逆転という場面だったんですが、しかしここはジャイを迎えます。ピッチャーは秋村。このバッティング外ですかね、うん、山本の136キロのストレートを今度はライト線に流し打ち。落ち合い、これが打った、宇宙間へ行った。落ち合いが当たる。あ、今度は宇宙間です。センターの右、宇宙間だ。宇宙間を抜ければ松井が入る。ちょっと真ん中に来ました。右中間、うまいバッティングを見せました。これは長打コース、高く球を打った。コース見てましても甘くなるとライトへ宇宙間持っていって、ファウルに向かった。おお、久しぶりかな。しかし3打席目、ぐんぐん打球を伸びます。ただフェンスは97メートル回らず、今度は8回の裏、落合先ほどツーベースを打っていますが、そのリプレイを見るような当たり。そうですね、の60人目の4番バッター落合も続きます。ライトフェンスの上段を直撃する青山のドラゴンズです。川又倒れてワンアウトの後、先ほどいい感じだったという落合ですが、ノースリーからの4球目、11試合44打席目の今シーズンの初アーチ。飛び出した落合の今日3本目の、これがホームランです。バースもアゼン。結局スリーから山田と次のスクーカー、ちょっとあの独特のバッティングが出ました。連続三冠王ですが、さあ2回です。まずこの回先頭の落合、これはしかしあのインコースの低めにね、これは何を。カウントワンストライクワンボールから3球目、立川さん、はい、これはライトにうまく持っていったんじゃないですか。そうですね、になって落合ツーエンドワンから4球目。こういう時にはね、こういうホームランがね出て結果論でいいんじゃないですか。まだの決め球を待っている。3打席連続試合との対決、ワンストライクワンボールから3球目、打った右方向ですが、どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか。カーブをライトへ。第2、4番落合がこの日2本目の7号ソロを放ちますが、意地を見せます。続く4番落合は粘った末に11球目をライトスタンドギリギリに飛び込む第8号ソロホームラン、今シーズン初の技ありの一発。これはね、ボールからの2球目でした。右へ、宇宙間へ、今シーズン第1号になります。さらに落合は粘って11球目ライトへ技あり8号ソロホームラン。内村が大砲落合に一発を食らって連敗、ついにゲーム差なしで2位に転落してしまった。とはいえ落合はしっかりと手応えをつかんだに違いない。そしてその打法修正、移籍1年では無冠に終わった落合だったが、これですかね、はい、そして次今度は持っていきます。スライダーが真ん中に入ってきましたね、まあ、あれは持っていかれますわ。落合は5球目のストレート、ジャストミート、打球はぐんぐん伸びて宇宙間へ一直線。
6試合ガーリー先発完全試合男マルチネスから先制のツーラン。これはね、落合このポイントしかないというところで打ってますね。やはり全日本のこれもワンツーからなんですけどね、はい、ストライクを取りたいという気持ちが働いたスライダーなんですよね、あそこへ投げてもってますというようなバッティングなんですけどもね、そうだったですね、ワンツーからの4球目、これはどうですか、完璧に運んだと言ってもいいんでしょうかね。綺麗なホームランですね、落合らしい、ただも球界先頭の落合が2試合連続の16号ソロホームランを右中間スタンドへ放ちます。4対1、6月に入って9本目の落合のホームランです。その静寂の中、落合のバットから快音が響きます。ヤクルト先発西村からライトスタンドへ、センター前ヒットで出塁。ここで三冠王争いへ弾みをつけたい落合が野村のストレートをライトスタンドへツーランホームラン。ホームランダービートップに、フルカウントからのストレートを右中間スタンドへ、逆転の第26号スリーランホームラン。ドラゴンズの奇跡の逆転ドラマ。裏原にチームは低迷した。6月23日の巨人戦、早くも V への足固めを始めた巨人。落合のヒットノーランの夢を絶たれた斉藤。しかしそれだけでは終わらなかった。沖野